ポトラックプロジェクトは、ポトラックがそもそも持ち寄るっていう風な意味がある英語なんですけど、あの羽村に住んでる方が自分が楽しいと思ってることだったりとか、実はやりたかったことだったり、あのすごい楽しいな、あの好きだなっていう風なことを、あのこの公園に持ち寄っていただいて、あの楽しんでいただく、日常的に過ごしていただく、それがあの自分がこう街の中での居場所になったりとか、まあ、そこで新しい人がつながったりとか、することが生まれればいいなっていうふうなプロジェクトになっています。この日のプログラム第1部では、面白がリストの唐品智弘さんをゲストに迎え、普段身近な公園をどのように面白がるかをテーマに講演していただきました。あとは地域の皆様とか、まあ、地域関係ないけど好きな人たち、みんながフラットに誰が偉いとか、誰が偉くないとか全く関係なく、例えば子供であったとしても、子供の一つの意見、使う人の意見じゃないですか。それを全員フラットにアイデアが出せるような場が面白がる会なので。どんどん羅列して書いていただければと思います。第2部のワークショップでは、実際に公園に繰り出して第1部の公園を参考に、どこで何をしたいのかを具体的に考えました。ここでやるの難しいっていうか、緊張する。マジで緊張する。ものづくりとか、工作屋なんかも一緒にやってみたいなっていうのは思ったりしますね。市民の方もいろんなことができると思うんですよね。これは今までやったことないからダメとかなんかじゃなくて、ステージを作っていただけるような、そんなのもね、今までないようなあれで、私たちも楽しみにしてるんですけどね。そういったことがいろんなことでできれば、すごいいい歯ブラシになるんじゃないかという。僕は6年前ぐらいに引っ越してきたんですけど、さっきも言ったように子供がいないと公園にも来ないですけど、地域の方々とつながる機会とかもなかなかなくて、そういう意味では今日たくさんの方々と知り合いになれたのもすごく嬉しかったですし、これが継続して続いて市のイベントとかも盛り上がったり、そこにちょこっと時々お邪魔したりとか、友達が増えていったらいいなと思ってます。